トリノオリンピックの翌シーズン、東京での世界選手権で女王に輝きました。その後怪我に苦しんだ時期もありましたが、力を貸してくれる人が一人でもいる限り、その人たちのために滑り続ける、そう決心しリンクに戻ってきました。今まで支えてくれたファンのために、そしていざ二度目のオリンピックへ。 Ladies and gentlemen, representing Japan, Miki Ando。もう一度大きな拍手を。 Miki Ando from Japan。